どうも、錬金術チャンネルのアルキミッサです。最大23万マイルももらえてしまう激ヤバクレカ、ソラチカゴールドカードが残念ながら発行停止となってしまいました。まだ発行していない方はもうこの大量のマイルもらえなくなってしまうのでしょうか。今回は23万マイルもらう代替方法をご紹介していきたいと思います。まずね、こちら今週の月曜日、ソラチカゴールドカードが新規受付停止となってしまいました。非常に残念ですね。で、今動画撮っているのが11日木曜日なんですけれども、今現在でも新規受付がね再開される見込みはないということで、まあこのままねちょっとどうなってしまうのかっていうところがわからない状態でございます。で、なんで新規受付停止になってしまったのかっていうと、あまりにもね人気だったからなんですけれども、この人気に火をつけた理由っていうのが、まずこちら JCB カードのキャンペーンでございます。250万円以上の利用でね、なんとマイル換算しますと5万1000マイルももらえてしまいます。で、まあ、これだけでなくて、ANA の方でもキャンペーンやっておりまして、150万円以上の利用で7万マイルがもらえてしまうというわけでございます。しかもね、これね、150万円使ったら、この JCB のキャンペーン分のポイントと、ANA のね、キャンペーンポイントっていうのが同時にもらうことできてしまうので、還元率換算すると相当すごいことになってしまいます。で、さらにね、300万円以上の利用で追加で、500じゃなかった。5万ポイントですね、もらうことができますと。だからね、すごい人気になってしまったわけなんですけれども、まあ薄々ねお気づきの方もいると思います。別に今回のキャンペーン対象ってソラチカカードだけではないんですよね。まあこのようにね、プレミアムカードとかも対象になっておりますので、結局のところじゃあソラチカゴールドが今発行受付停止になっちゃったからって言って、じゃあ我々はねこのカードのキャンペーンに参加できないのかっていうと、決してそんなことはございませんのでご安心ください。他にもね、一般カードとかワイドカードとかゼロとかね、学生カードとかまああるんですけれども、結局のところですね、ワイドゴールドを作れば解決するという話なだけなんですよね。で、今木曜日の段階でワイドゴールドカードは発行受付停止になっておりませんので、そこの点もご安心くださいと。で、まあソラチカゴールドはね、まあめっちゃ動画上げまくったんで、まあほとんどの方がねスペック知っていると思いますが、改めてワイドゴールドカードってなんぞやっていうところをまずご説明しますと、これですね、まあなんとなくお気づきの方もいるのではないでしょうか。まあ冒頭にね、ソラチカゴールドカードの、まあ、様子もお見せしたんですけれども、これ、はい、ソラチカと変わりません。な、ワイドゴールドも、ソラチカも、まあ結局のところ、このパスも、が、付随してるかっていう、それだけの話なんですよね。で、一応、ソラチカに関しては東京メトロが、まあ、噛んでいるんですけれども、まあ、ワイドゴールドカードに関しては、まあ、そういったこともないと。だ、結局のとこ 1% 還元だし、年会費も 15,400 円かかりますよっていうところでございます。で、この、ワイドゴールドカード今回紹介したんですけれども、プレミアムカードとか、あとはこういう一般カードじゃダメなのかって、年会費払いたくねえよとかって、いう方もいると思うんですけれども、ゴールドカードが一番還元率が高いんで、今回ご紹介させていただきました。しかも年会費を、加味してこの還元率なんで、まあこれでね、ソラチカゴールドとか、ワイドゴールドもね、ほぼほぼ一緒です。ちょっとこのほぼほぼっていう言い方がね、ちょっと、後で伏線回収ともなるんですけれども、まあ、一応ゴールドカードのね、キャンペーン見た感じこんな感じで、150万円使ったら、8.24% 還元になります。ただワイドゴールドちょっと変わっちゃうんですけれども、まあ、一応ね、傾向として150万円が、一番、還元率高いっていうことを覚えておいてください。で、ノーマルカードで見るとね、実はゴールドカードと比較しても、倍変わるんですよね。還元率が同じ150万円でも、そう、年会費はね、一応2200円かかるんですけれども、結局のところね、ゴールドカードの方が還元率あるんで、年会費を加味しても、ゴールドの方がいいですよと。じゃあ、最上位カードのプラチナカードどうなるかっていうと、プラチナも結局のところ、300万円使った時が一番還元は高いんですけど、5.95% なんで、
まあ、結局のところじゃあゴールドカードでよくねっていう話になります。ただですね、ワイドゴールドカードを選択する場合、2つ注意点がございます。ソラチカゴールドカードにはない特徴でございますので、ここね絶対注意しないとダメです。それが何かと言いますと、まずワイドゴールドカードっていうのはビザとマスターカードもございます。で、今回の国際ブランドは絶対に JCB を選んでください。なぜかっていうと、JCB のね、このキャンペーン対象外になってしまうからです。そう、あくまで JCB が開催しているキャンペーンにビザ、マスターカードっていうのは参加できません。なので150万円とかね、250万円をビザ、マスターで使ったからって言って、お気どきポイントもらえるというわけではございません。まあ、ただですね、一応 ANA カードはキャンペーン参加可能なので、まあね、JCB 選ばない理由がもう全くないんですけども、一応 ANA は大丈夫です。なんかこのね、ハワイに行こうキャンペーンのバナーをよく見ると、まあこの右下にねカードがあるんですけれども、よく見るとね、 JCB 以外にも多分これビザなんですよね。全然よく見えないから、ビザ、アメックスで、これ多分ダイナーズかななんですけれども、こっちはダメです。こっちはもう参加できなくなるんで、まあそもそも論言ってしまうと、このソラチカゴールドカードがなんで新規受付停止になるまで人気になったかって言ったら、この JCB と ANA のキャンペーンが同時期に重なってきているからっていう、それだけの話なんで、あのビザマスターをこのタイミングで作るのはもう正直意味がわかりませんので、絶対にJCB を選んでください。そしてもう一つあります。ソラチカゴールドにはない特徴もう一つありまして、それが何かというと、マイルの増量の裏技が使えないというところでございます。ソラチカゴールドカードっていうのはオキドキポイントが貯まるんですが、メトポっていう東京メトロのポイントに交換をして、そこから ANA マイルに交換をすることができます。そうするとオキドキポイントから ANA マイルに直接交換するよりも、メトポを経由した方が 1.5 倍ポイントをもらうことができます。オキドキからメトポに交換すると1オキドキにつき5メトロポイントがもらえます。で、100メトロが90マイルになるっていうわけなんですけれども、まあ、これですね、オキドキポイントで換算すると、メトポ経由すると9マイルもらえるんですよ。2オキドキポイントにつき9マイルもらえますと。ただ、このオキドキから直接 ANA に交換すると1オキドキにつき3マイルなんで、まあ2倍してね、2オキドキにつき、6マイルもらえるんで、まあ 1.5 倍ね、差が広がるということがわかります。なので、一応この還元率の計算方法ね、このマイルっていうのをメトポから交換した体で今回計算しておりますので、もらえるポイントはね、実際に23万マイルよりもワイドゴールドカードにしてしまうと下がります。まあ、なのでちょっとそこはお気をつけください。じゃあどうすればいいかっていうと、まあ確かにね、ワイドゴールドカードを発行するっていうのもありだと思うんですけど、やっぱこのね、マイルが25,000も変わってくるって結構でかいと思うんですよね。で、しかも今広告も消えたんですよ。ポイントサイトを経由できる広告っていうのも残念ながら消えてしまったので、ソラチカゴールドは発行できません、しかもポイントサイトはありませんっていう最悪の状態なんで、1週間前のうわーやべえこのキャンペーンすげえぞっていう盛り上がりに比べてしまうと、まあだいぶ欠けてしまうと。だから待つのも僕はありなんじゃないかなっていうふうに考えております。まあちょっとね、ポイントキャンペーンの早期終了とかね、そういったリスクもあるから、絶対にこうしましょうとまでは言えないんですけれども、私はね、これソラチカゴールドカードをやっぱり待った方がいいんじゃないかなと思うんですよ。このメトポを交換してマイルのレートをね、一気に爆上げさせることができるっていうのは、これソラチカゴールドカードのね、最大の強みですので、まあちょっと難しいところではあるんですけれども、まあイベントも一応ですね、このキャンペーン見てみると、まあ例えばね、ハワイに行こうキャンペーンとかだと、これがね一応11月、30日までやっておりますと。まあ一応ね、ちょっとこのカード発行は9月30日までなんですけど、まあそれでもね、あと2ヶ月ぐらいはあるんで、
キャンペーンの早期終了とかそういったのがなければ、まあ別にワイドゴールドカードをねわざわざ作んなくても空地下復旧まで待てばいいんじゃないかなというふうに私は考えております。ちなみに錬金術チャンネルはどうしたかっていうと、空地下ゴールドカードは、明日届きます。ありがたいことにね、明日届きますんで、まあちょっと私はね普通にポイントキャンペーン参加しようかなと思っております。まあちょっと今後ねまた続報がありましたら動画を撮りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。この動画がいいなと思った方はぜひ錬金術チャンネルの、登録そして高評価コメントよろしくお願いいたします。他にも Twitter、TikTokインスタグラム、各種 SNS 動画の概要欄にリンク貼っておりますので、こちらをねフォローしていただけると嬉しいです。 Twitter では、ね、空地下ゴールドカードのような、まあ、激ヤバカードの、キャンペーンなんかをねあのよく、通知しております。 YouTube とね合わせて Twitter をフォローしていただけるとよりねポイ活情報というのが幅広くそしてね深く、手に入るのではないかなと思います。TikTok、Instagram は完全に今お休みしております。まあこれはね、本当にあの、マニアックな方だけはフォローしていただければと思います。いやー、空地下ゴールドカードちょっと楽しみでございます。まあ幸いにもね、ちょっとポイントサイトまで間に合ったんで、まあこっからね、ちょっといろんな支払いを、まずはパパパーっと済ませてしまおうかなと思ってるんですけど、ただね、ガイタメ .com カードが初年度 3% 還元になっていて、で、それのね、期限がね、多分9月か10月ぐらいなんで、なんかね、被るんですよね、地味に。だから、ガイタメ使い切ってから、空地下に手出してもいいかな、なんて思ってるんですけど、ちょっと今、ここ、考えどころでございます。まあ、なんかね、最近というか、おとといですね、東京都のキャッシュレスキャンペーンの、動画を出させていただきました。2日間で40万円使い切るとかっていう無謀企画やったんですけど、なんか、ああいうね、なんかロケ動画みたいなのを空地下ゴールドカードでもちょっとやりたいと思ってます。まあ何になるかはお楽しみに。どんな内容になるかっていうのは多分予想できる人はいないと思いますけど、ちょっとやってみようかなと思っております。はい、じゃあということで、この錬金術チャンネルは誰も教えてくれない人生を好転するお金の情報というのを日々更新しております。興味を持っていただいた方はぜひチャンネル登録をして他の動画を見てくれると嬉しいです。はい、ご視聴ありがとうございました。ではさようなら、バイバイ。